成績が狂ってるリリーフ投手で打線組んだ。先発投手やね。リリーフで最多勝好き。朝尾入んねえのかよ。投球回偏重やな。投球回数でも朝尾割とおかしいと思うけど。勝ち星なら篠原も変態か。陣も頑丈すぎる。下柳は最多勝を取った時は規定に行ってないのがおもろすぎる。延長15回時代終了とともに更新されなくなったか。延長15回時代や新愛できてたふなリリーフはエンドレス登板やろ。92年の両リーグともにリリーフ投手が最優秀防御率受賞と回遊コンボ達成されないであろう記録。西武も3イニング以上投げてつくケースが今よりも多かった。昔のクローザーって7回1点差虫満塁で登板して試合終了まで投げ切るイメージ。クローザーが9回1イニング限定っていうのは佐々木以降やろ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。